準備はできたのかしら。そう、なら聞くわ。私がやりたいこと何かわかる？ネージュちゃんがやりたい不思議な絵を描いちゃう。ええ、正解。まあだから絵がうまい。いいの？もちろん口だけなんかじゃ。私はネージュちゃん。そこに絵を。やるべきことは、スケジュール確認。ようこそ。ここは私のアトリエよ。錬金術のじゃなくて絵を描く方のだけど。300年描き続けてないからね。そ、私は現実のネージュの残留思念。ネージュが死んでからず、残留思念？不思議な絵と一度でも関わると絵の世界に入ったことがある人間は死後魂が絵の中に残ることがあるらしくてね。それが残留思念。死んだ時の記憶。幽霊？じゃあネージュって幽霊だったの？例えればよ。本当に幽霊なわけじゃないわ。まあ私はずっと子供のままでいたいって願ってたせいか。はあ。まあそういうわけで、あなたたちが求める情報も、それって、そうよ。あいつの弱点は、人の純、絵の世界では、ファルディオルは力。パレット？そう。これは、虹のパレット。絵の力を自由に使うには。あ、それって、今までいろんな、なんだ。他の世界にも虹のパレットと色のかけらを手に。そうすればファルギオルも大きくじゃ。ありがとうネージ。ええ、頑張りなさい。うるさ、うん、私たち絶対にファルギオルを倒してくるよ。それじゃあねネージュ、また遊びに来るから。あ、待って、これ、黒の絵の具？リリーちゃん、今は元の、みんな、あれ、膠着状態ってところかし。バッチリ手に入れて。なるほど、じゃあ修理が終わり。あ、ビビッときた。さあ行こう。新しいレシピ、これならいける。どれ作ろっかな。材料選択は目が命。
これでいい？調合。これ。よし、これ。とまず終わり。よし、虹のパレットの修理終わり。これがあればファルギオルだって。ファルギオルを倒すか。あれ道具が尽きちゃって戻ってきたの。ただもうあんまり長くは持たないかも。なら今から。そっか、やったー。うん、さて行き先は。アニマをじっと見つめて。違うよ、スーちゃんじゃあるまいし、別の使い道がありそうだな。特別に聞かなかったことにした。今考え。なるほど、いいじゃんいいじゃん、いかにも錬金術。うん、大丈夫だって。お母さんとの約束、その失敗を恐れずため。うん、わよ。はい。うん、プラフタとイルちゃんはさが。わかりました。また来そう。何？ううん、そんなことさせないよ。あなたの。いよいよだね。大丈夫です、みんなが一緒だから。当たって。
食らえ。不思議な道具だよ。落ち着く。
あれだけの敵を倒したんだ。なんとかなりましたね、先生。さすがに強かった。錬金術もまっすぐで、そんなことないです。よし、そうだね、私たちの。楽しかったね。すっごい幸せだ。そうだね、ちゃんとファルゲオルを倒せて本当によかった。メルベイユを守れてよかったよ。やっ、こらこら、二人とも若いのに何しみじみしてんのよ。わ、師匠にフィリスさん、ソフィーさんまで、どうしてここに？ファルギオルを倒した後、あんまりお話できなかったからね。そうよそうよ、あなたたちずっと人に囲まれてたじゃない。都の英雄だとかなんとか言われちゃって。私たち、あそこまで褒められたの初めてだったので。よくやったとか、ありがとうとか、みんなからすごい感謝されちゃって、正直とっても嬉しかったです。二人ともすっごい頑張ったからね、本当にお疲れ様。いやいや、私たちがこれだけ頑張れたの、ソフィーさんのおかげなんですよ。そうですよ、ソフィーさんが錬金術はどんな困難も乗り越えられるって教えてくれたから。それに錬金術はみんなのためのものだってことも、あの言葉で私たちは頑張れたんです。おお、そんな
ことを伝えてたんですか。さすがソフィー先生、やりますね。ちょっとからかわないでよ。でも二人とも、さっき言ってた気持ちは大事にね。みんなから感謝されて嬉しかった。この気持ちはきっと二人の宝物になるから。はい。さて、それじゃお食事会と行きますか。ご飯が美味しいお店見つけてあるんです。さすがヒリス、食べることに関してだけは行動が早いわね。よし、じゃあ年長者としてここは私がおごっちゃおう。みんなたくさん食べてね。頑張ったご褒美だよ。やったー、ありがとうございます、ソフィーさん。よし、お腹いっぱい食べちゃいますからね。覚悟しててくださいよ。叫び声が聞こえてきたけど、ミレイユさん、これどうして、どうしてですか。ああ、ほら、ランク制度ってもともとファルギオルを倒すために作られた制度だから、その目的を果たしちゃったからには今後どうするかは全くの白紙ってわけ。まあ昇級試験は昇級試ってことね。帰ろっか。うん。あれ、え、ちょっと、おーい、反応が冷たいぞ。はあ、すごい落ち込みよ。なんとかしてあげられればいいんだけど。ちゃんが絵の世界から帰ってことは気づきにくいけど、絵の世界でも時間は流れてるんじゃないかしら。ずっと昼だったり夜だった。そう、つまり昼だ。夜がなくて昼があって、お日様とお月様が、お金稼ぎにレッツ